読売同点愛ジャイアンツ班長に反略され、延長の戦い方がへたっぴ負け。まあこれで無理にペナントレース見る必要はなくなった。阿部はようやっとる。大城起用は本意ではない。阿部のコメント、まだ岡本がチャンスで打てない。明日から萩尾と佐々木と中山上げて使え。たった2失点で星叩いてるやつはさすがにネタだよな。岡本の打球完全に抜けたかと思ったわ。今日の試合し一重やね。まあ仕方ない、優勝する力がなかった。岡本が悪いよ、岡本がさっさとメジャー行け。何が終戦だよ、まだまだこれから。今日勝っても厳しかったのに負けたから終戦だわな。新井も今日の試合本当に大事だったと言ってたし、岸田でも甲子園全試合炎上して3立て食らったんだし、変わらんやろ。小林がええんか。1点差で完封狙いは失策。序盤とか相手がチニドラやベースならいい。今日の試合見ても優勝するようなチームではない。矢野さん、あそこに来るのは分かっていた。この3連戦配置勝すれば OK だから、計算通りなんだよ。勝負は9月だから。あんだけチャンス作って打ったのが19歳だけじゃな。これじゃ優勝できるわけないわ。ご視聴ありがとうございました。